夜中の3時26分だね。こんな時間に何をするかというと、音読。やっぱね、音読とかした方がいいでしょう。ってわけで、やっていきますか。今日の音読は、今日のっていうか、そんな今までしょっちゅうやってるわけじゃないんだけど、ポラーノの広場という音読をしていこうかな。これタイトルとかどっか書いてあった方がいいのかな。今急遽急すぎる急遽さで始めているからね。テキストかな。本当が、あんまないよ。ちっちゃ。まあ、いいか。いいか。まあ、いいか。じゃあ、これで、この、左上に書いてあるやつね。ポラーノの広場、宮沢賢治を読もうかな。もうちょっと、でかく、できたりしないかな。まあ、いっか。ほい。ポラーノの広場、宮沢賢治。その頃、私は、森井吉の博物局に勤めておりました。18等官でしたから、役所の中でもずーっと下の方でしたし、俸給もほんのわずかでしたが、受け持ちが標本の採集や整理で生まれつき好きなことでしたから、私は毎日ずいぶん愉快に働きました。ことにその頃、森井吉では競馬場を植物園にこしらえ直すというので、その景色のいい周りにアカシアを植え込んだ広い地面が切符売り場や信号所の建物のついたまま私どもの役所の方へ回ってきたものですから、私はすぐ宿直という名前で月部で買った小さな蓄音機と20枚ばかりのレコードを持ってその番小屋に一人住むことになりました。住んでるんだ。私はそこの馬を置く場所に板で小さな敷居をつけて、なんだろう、一匹のヤギを飼いました。
毎朝その乳を絞って冷たいパンを浸して食べ、それから黒い革のカバンへ少しの書類や雑誌を入れ、靴もきれいに磨き、並木のポプラの影奉仕を大股に渡って市の役所に出て行くのでした。こっからです。こっからですよ。あのイーハトーボの、あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る波の、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモン、山猫博士の望眼とデストゥパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。じゃあもう一回読むよ。イーハトーボループをしていくよ。あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士の望眼とデストゥパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。じゃあもう一回行くよ。寝るまでイーハトーボ。あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士の望眼とデストゥパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。じゃあもう一回行くよ。イーハトーボの準備はできてるかな？あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士の望眼とデスパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。
では、私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。じゃあ、もう一回行くよ。あのイーハトーボの透き通った風、デデン。夏でもそこに冷たさを持つ青い空。美しい森で飾られた森よし。郊外のギラギラ光る夏の、違う、草の波。また、その中で一緒になったたくさんの人たち。ファゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや、顔の赤い子供たち。地主のテーモ。山猫博士のボーガンとデスパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい幻想のように思われます。では、私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。じゃあ、もう一回、行くよ。あの、イーハトーボの透き通った風。夏でもそこに冷たさを持つ青い空。美しい森で飾られた森よし。郊外のギラギラ光る草の波。また、その中で一緒になったたくさんの人たち。バゼーロとロザーロ。羊飼いのミイロや、顔の赤い子供たち。地主のテーモ。山猫博士のボーガンとデスプパーゴなど。今、この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻想のように思われます。では、私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。ああ、結構眠くなってきたかな。もう一回行くか。ああ、あのイーハトーボの透き通った風。夏でもそこに冷たさを持つ青い空。美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波。また、その中で一緒になったたくさんの人たち。バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士のボーガンとデスパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな、昔風の懐かしい青い幻想のように思われます。では、私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。じゃあ、もう一回、行くよ。お嬢様風で行こうかな。怒られるかな、近所迷惑で。いや、いっか、一回ぐらいね。あはははあの、イーハトーボの透き通った風。夏でもそこに冷たさを持つ青い空。美しい森で飾られた森よし。郊外のギラギラ光る草の波。また、その中で一緒になったたくさんの人たち。ファゼーロとロザーロ。羊飼いのミイロや、顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士のボーガンとデスプパーゴなど、今、この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな、昔風の懐かしい青い幻想のように思われますわ。では、私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけますわー。
はい。お嬢様もね、イーハトーボについて書きつけておりましたね。あとは誰がイーハトーボを呼んでくれるのかな。誰だ。怪人もイーハトーボを呼んでくれるのかい。あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、いはまたその中で一緒になったたくさんの人たち、ファジールとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士のボーガンとデイトパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で、言えてないよ怪人。暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。イーハトーボー。イーハトーボーが語尾ね。では、この私、イーハトーボーは、いつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。イーハー。イーハ。イーハトーボ怪人も書きつけてくれたのか。ありがとう、イーハトーボ怪人。キャラが定まってなかったけどね。じゃあ、あと、このイーハトーボを読んでないのは、誰かな？そんなにね、声のパターンがないからね、モラモラさんって。萌え声を頑張って思い出して出すか。どんな声出してたっけ？萌え声、ボイス配信の方々って。鼻から声出してたのかな？あの。違うかもしれない。鼻が詰まってる人が読んでくれるのか。ありがとう、鼻が詰まってる人。鼻が詰まってる人もイーハトーボを読んでくれます。あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし。海外じゃないよ。郊外のギラギラ光る草の波。また、その中で一緒になったたくさんの人たち。バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち。地主のテーモ、山猫博士のボーガンとデストパーゴなど、今この暗い大きな石のな、建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では、私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。鼻が詰まってる人も書きつけてくれたのか。ありがとう、鼻が詰まってる人。ああ。あとは誰が書きつけてくれるかな？ちょっとちゃんと読んでくれる人がいいのよね。せっかくだし。この、そう、さっき検索して知ったんですよね。この、あのイーハトーボのどうたらこうたらっていう、フォント選んでる時に出てくるような文字が、まさか宮沢賢治が書いてくれてた文章だったとはね。せっかくだし、ちゃんと読んでもらおう。あ、あ、
ちゃんとした人って声低いかな。それでは、ちゃんとした人が、ちゃんとした人が、あのイーハドーボーについて書き付けさせていただきます。あのイーハドーボーの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、ファゼーロとロザーロ、山猫博士のボーガンとデストゥパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハドーボの5月から10月までを書きつけましょう。ありがとう。ちゃんとしてたかな、あの人。ちょっと滑舌甘いところがね、あーったよね。でもちゃんとしたいという気持ちはね、感じられたよね、きっと。ありがとう。ちゃんとしたいという気持ちがある人も、イーハドーボについて書きつけてくれて。じゃあ最後に、ウサピョンにも読んでもらおうかな。ウサピョンってこの、いつも画面で左右に揺れているキャラクターのことなんですけど、ウサピョンっていうのも、なんていうか仮の名で、特に本当の名前もない存在なんですけど、どんな風に読んでくれるのかな。なるほど。声じゃないんですよね。ウサピョンの語りかけっていうのは。そう。心、頭、脳内に直接語りかけてるから、この空気の振動、音となって伝わることはないというわけなんですね。じゃあ代わりにちょっとモラモラさんが、最後に一文読み上げさせていただいて、この、イーハドーボー地獄から解放されるとしますか。じゃあ、もう一回行くよ。あ、シカビールさんだ。私が、設定をミスって、設定をミスっているがためにコメントが一部しか画面に映らない。我が輩はウサピョンであるという名前が名前？声が超えてきましたか？じゃあね、どこだっけ？イーハドーボ、あ、あった。イーハドーボ、無限地獄やっておりますが、あと、1、2回ぐらいやってこう。じゃあ、もう一回行くよ。あのイーハドーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、ファゼーロとロザーロ、羊飼いのミーロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士のボーガンとデストゥパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハドーボの5月から10月までを書きつけましょう。はい。では、再び、
イーハトーボの5月から10月までを書き付けさせていただきました。これ1回読んでも1分ぐらいにしかなんないのか。じゃあラストイーハトーボ書き付けをして、この意味不明の配信を終わらせていきますか。イーハトーボ地獄いくよじゃあね、次もイーハトーボさせていただきます。あのイーハトーボの透き通った風、夏でもそこに冷たさを持つ青い空、美しい森で飾られた、美しい森で飾られた森よし、郊外のギラギラ光る草の波、またその中で一緒になったたくさんの人たち、バゼーロとロザーロ、羊飼いのミイロや顔の赤い子供たち、地主のテーモ、山猫博士のボーガンとデストパーゴなど、今この暗い大きな石の建物の中で考えていると、みんな昔風の懐かしい青い幻灯のように思われます。では私はいつかの小さな見出しをつけながら、静かにあの年のイーハトーボの5月から10月までを書きつけましょう。よし、書きつけたな。みんな書きつけましたかね。結構何回か書きつけたんじゃない？ 10 回ぐらいは書きつけられたかな、皆さんも。じゃあイーハトーボ書きつけ読み上げ配信はね、こんなものにしておきますか。パチパチパチ。イーハトーボのこと何もわからなかったけど、イーハトーボの5月から10月までをね、書きつける話だということはわかりましたかね。やっぱ反復が多分大事だからね。まさか聞いている人がいるとはね。シカビールさんもこんな夜中なのか朝なのかよくわからない時間にご苦労様でした。また、いや、もうわからない。声がいいことしかわからなかった。声がいいかはちょっとわからない。鼻の詰まってる人が何人か来てくれてたかもしれないですね。全部私なんすけどね。じゃあ、これからも心にイーハトーボ書きつけてやっていきましょう。眠れるといいね。おやすみなさーい。おやすみー。配信。今日の配信は終わりだ。